今日は山芋のり塩チーズ焼きを作っていきたいと思います。山芋を5ミリぐらいの厚さに切って袋に入れちゃいます。その中にコンソメ大さじ1、ごま大さじ1、ごま油大さじ1、味付け海苔を数枚、切ってバラバラにして入れてください。それを全部混ぜ混ぜしてください。この後天板、オーブントースターの天板にアルミを敷いて全部並べてください。上からチーズをかけて、5分から10分焼き色を見ながら焼いてください。いい焼き色になったら取り出してすぐに食べてください。冷めるとチーズが固くなるので、できるだけ温かいうちにお召し上がりください。皆さん最後までお付き合いくださりありがとうございました。すごく嬉しいです。よければチャンネル登録高評価お願いします。また遊びに来てね。じゃあね、バイバーイ。